はい、こんにちは、ザツです。今日はですね、なんとジャンボフェリー新造船葵、就航前の内覧会に参加させていただきました。就航前の船に乗るのは初めて、普段では見れない場所もくまなく見ることができました。ご覧のように綺麗な設備とかなりの居住性向上が見られました。最後まで見ていただけるとめちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。ザツ船旅始まります。今回紹介いたしますジャンボフェリーさんは、神戸三宮フェリーターミナル高松東港、小豆島坂手港を航行するフェリーになります。こちらのフェリーは1日に4往復、片道約4時間で結びます。瀬戸内海を航行しますので、比較的波は穏やか、揺れも少なく安定した航行が見込まれます。はい、今から向かいます。まだですね、立輪がいて、立輪が出航したら葵ちゃんが入ってくるはずです。それでは向かいます。はい、葵ちゃん入港しました。こちらの船はなんと5200トンになりました。前の船から比べと 1.75 倍ぐらいですかね。それでは乗船していきます。これは早く乗ってみたいですね。それでは向かいます。はい、向かいます。車両後半から入っていく。はい、それでは入ってきます。車両後半です。まだまだですね、ペンキというか防水剤の匂いがしますね。悠々と歩けるのも最後かも分かりませんね。こういう時しかないですね。丸窓がありますね。ああいう丸窓いいね。丸窓がありますよ。かっこいいですね。あ、エレベーター。ああ。ください。エレベーターで登っていきます。2階でございます。開くんだ。逆側が開きます。ペット室になります。ペットルーム。めっちゃいいよ。で、隣がウィズペット個室。ウィズペットルーム。おお、あ、こんな感じなんだ。へえ、空気清浄機が。丸椅子、あ、丸椅子。
丸い机がありますね。これいいですね、ゆっくりできますね。でベッドが上と下2台。そして洗うとこと、あとドッグランでしょうか。あ、ドッグランになってますね。これはいいですね。へえ。ベッドも日の光に浴びるようになってますね。すごい。ここがカフェスペース。おお。あ、コーヒーマシンがある。丸窓にコーヒーマシンがある。船カフェ。うん、取った。そして最前列の、わあ、これはすごいな。全面展望がぐるっと見えますよ。これはいいですね。雄大ですね。すごいいいシート、レックレストがありますね。レックレストがあって、 JR でいうグリーン車みたいな椅子になってますよ。そして逆サイドにはボックスシートがあります。いいですね、天気のいい日は最高ですね。こちら、そして下には救命胴衣がちゃんとありますね。レッグレストとフットレストもちゃんと用意されてますね。これはいいですね。そして大きな空気清浄機があります。来週からも多分庶民はいっぱいある人が。銭湯があります。入れます。こちら足湯ですね。足湯がありますよ。あ、これはすごい綺麗だ。足をしながら外の景色、そして空中展望が楽しめます。これは面白いですね。いや、ぜひ乗ってみたい。ホワイト硫黄泉だそうです。洗濯機と乾燥機がついてますね。そしてコインロッカーがあって、お風呂がありますよ。あ、これはいいな、すごい綺麗。そして洗い場が6個ついてます。だいぶあったかいんで、この部屋もうですね、こちらお湯沸かしてますね。暖かいです。すごいね。こちらはですね、おそらく有料だそうで、 QR コードをかざして入るようになると思います。 QR コードをかざすと認証 OK 出てきますね。そしてこちら、のびのびロフト席、のびのびロフトの個室。おお、これは何人部屋？これ一人部屋なんだ。へえ、これは一人部屋ですね。これはいいですね。下に荷物が置けて上に寝るような形ですね。これはいいですよ。しかもですね、空調はちゃんと用意されてるんですよ。このクラスだと普通空調ついてないですね。これはいい。電気もついてまして、4時間か5時間ぐらいの乗船でここまで用意できるってすごいですね。大きな荷物は入り口のとこに置くようになってます。今まではですね、全部一緒に置いてたんですけど、こちらいいですね。そしてこれは売店がありますよ。船ピッピ。あ、すごい。ピアノが置いてある。自動演奏の。あ、こちらは軽食コーナー。前もうどんありましたけど、ここで買ってから作ってくれるんですね。すごい綺麗になってますね。そしてお土産コーナーがあります。おしゃれやね。カヤクうどん、オリーブうどん可愛いんだけど。島うどんも美味しそうだ。いろいろいっ
ぱいある。サヌキうどん変わってる。このサヌキレモンうどんですね。酸っぱそうだね。見て、カウンターめっちゃおしゃれ。おしゃれ。すごい明るい雰囲気だね。さっきから映像のテンションが。うん、見て。自動的すごい。めっちゃ明るい雰囲気。あ、ジェラート。あ、美味しそう。やばい。お腹空いてきちゃった。ミルクチョコ。本当にやばいんだよ。醤油クランブル味。店もおしゃれですよ。こちら吹き抜けになってますね。ちょっと宮崎カフェリの雰囲気と似てますかね。ママ。そしてラウンジになってます。ちょっと興奮してしまってます。すごいわ。しかし明るくてとてもいいですね。こちらはキッズスペースですね。キッズスペースがあります。あ、すごい綺麗。あ、これは面白いかもわからないですね。かっこいい。おもちゃもですね、用意されてて、空気清浄機が完備されてます。子供も暇しないようにですね、こういう仕掛けになってますね。こちらで絵本なんか読んだら最高ですね。そして子供用の入り口がちゃんと用意されてて、私の身長は180センチなんですけど、お腹ぐらいの位置ですね。1メーターちょっとぐらいでしょうか、という感じになってます。ここから覗き見たら面白いですね。すごい。車椅子ですよ。車椅子奥のスペースですね。うわ、ボックスシートが。こちらラウンジのボックスシートになってますね。これいいですね。家族で乗ってみたいですね。そして床の下にはちゃんと救命胴衣がありますよ。ちゃんとですね、履物入れ用意されてるんですね。今回のフェリーはですね、各所荷物置き場がちゃんと用意されてるんですよ。こちらがいいですね。そして逆サイドにもちゃんとラウンジスペースが用意されてます。今回のフェリーは家族連れにもいいですね。ボックスシートが用意されてます。
自転車置くスペースもありますよ。ちょっとトイレ失礼します。こちらお着替えエリアとですね、トイレも綺麗ですね。こちらウォシュレット付き、洗面も広くてお化粧直しできるようになってます。こちらは子供のスペース、授乳室ですね。こんな感じで完璧にプライバシーが守れるようになってます。おむつ交換台もついてますよ。おむつ袋も用意されてますね。こちらは2階の階段、階段はですね緑を基調としていて落ち着いた雰囲気になってます。前はですねキラキラの吹き抜けのような階段だったんで雰囲気がだいぶ変わってますね。これはいいですね。また上上がります。第2フロア、座っていいか。デザインなんじゃない。あ、これなの。座っていいんじゃない。伸び伸び座席アネックスということで別室になってますよ。すごい綺麗だわ。こちらもですね琉球畳使ってますね今回は。そして頭のところにコンセントがあります。真ん中にはちゃんと通路がありますね。そしてこれはもしかしてあの宮崎カフェリーとかと一緒のやつですね。やっぱり作りが同じなんでガラスの感じがいいですね。またモザイク調点ですかね。この電気の感じがまたいいですね。この真ん中の吹き抜けがすごく広く作ってありますね。吹き抜けを上から見るとこんな感じです。こちらはのびのびバルコニー個室ということで個室になってます。ちょっと入ってみますね。まず入り口にお寺があって、お子様と一緒に行くといいですね。しかもバルコニーがありますよ。これはいいですよね。ゆっくりのんびり。そしてコンセントがいっぱいついてますね。 100V 1.5 アンペアということでモバイル系の充電器なんか使えますね。隣の席も隣のお部屋とつながっています。あそこのバルコニーでゆっくりするのもいいですね。ちょっと今日は行けないんですけどまた席を取って行きたいと思います。真ん中の吹き抜きからぐるっと回ってですね、こちらゲームセンターがありますよ。クレーンゲームと自販機コーナーがあります。伊藤園の自動販売機がありますね。お値段は、ポカリスセットが150円とそんな感じですね。ドヒエモンネオというのがありまして、あ、こちらで冷凍食品が買えるんですね。冷凍食品を買って電子レンジを温めるというシステムですね。これはいいですね。自動販売機は各所いろいろありますね。隣にもクレーンゲーム、スロットマシンがあります。喫煙室なんかもちゃんと整備されてるんですね。今日は使っちゃダメよみたいな。2階のロビースペースいいですね。広く作られてます。そしてこちらは伸び伸びファミリーコスということで、あ、入れますか、はい、あ、すみません。こちらはカーペットシートになってますね。こちらも電源がかなり豊富に用意されてます。入り口にはですね洗面手洗いがついてますよ。そして救命胴衣もちゃんと用意されてます。こちらもですね空調がちゃんとあるんですよ。お部屋一個一個に空調が用意されてますね。とてもいいですね。60ぐらいあるのかな。60ぐらいありそうな感じですね。いいですね。
そして電気がかなり凝ってるんですよ。綺麗に整備されてますね。こちらの電気かなり綺麗に凝ってますね。そして上に上がります。4階に上がってきました。こちらですね、外部デッキに出る場所になってますね。計画で動いております。ぜひ今日はゆっくりと船内を見学いただいて。外部デッキいいですね。前に比べるとかなり広くなりました。中でゆっくりできるようになってますよ。上から見下ろすと前よりかなり高くなりましたね。そしてぐるっと回ってこんな感じ、かなりゆっくりできますよ。前はですね、外部デッキあったんですけど、そんな広くなくてですね、暗いですね。植木鉢があります。いいですね。これは入れんのかな。ここまでは立ち入りできるんですね。船橋より高い位置から前が見えるという形になってますね。そこにレーダーがあるけど大丈夫なんかな。この防風壁みたいなのがあって守られてる感じになってます。ここでのんびり一日過ごすのも悪くないですね。ちょっとレーダーが近いんで気になりますけど、くるくる回るんでしょうか。さらにですね、もうワンデッキ上がれるみたいですね。もう一デッキ上がっていきます。ああ面白い作りになってるわ。すごい人工芝がちゃんと引いてありますね。こちらは一番上から船を見渡すことができます。全面展望が楽しめますね。前はですね、一番上のデッキは夜は閉鎖されていたんですけど、どうなんでしょうか。こちらのデッキで一日いるのも良さそうですね。ちゃんとですね、前の方が鉄板になってまして、風が直接当たらないようになってますね。それでは降りていきます。圧縮材かな。こちらちゃんとした木を使ってますね。材質にこだわってるみたいです。海はですね、どちらかというと下のデッキの方がちょっとだけ近いような感じがしますね。そしてジャンボフェリー特有の上からですね、車の出入りが見えるようになってます。こちら見てて面白いんですよ。そしてこのデッキがなんともジャンボフェリーらしいですよね。コンピラ2とよく似てますね。ここら辺が、私前雨だったんでちょっとちゃんと外に出れなかったんですけども、こんな風にですね、下のデッキに立って車で入り見てました。あの中でぐるぐるでかいトレーラーを回すんですよ。面白いですよね。それでは降りていきます。前の方に行ってみます。ここら辺はですね、おそらく歩けないんですよ。なんで最初で最後かも分かりませんね。いやー綺麗だわ。こちらはですね、こちらちゃんと人が乗れるようになってるんですね。全面展望が楽しめます。そして降りていきます。こちらは一般の人上がれるんですね。すごいわ。ここもですね、ちゃんと上がれるようになってますね。全面展望楽しめるのかな。選手が見えますよ。真っ平の選手が見えます。こちらは一人用の個室ですね。ゆっくり休めそうです。あちらの鏡が船橋みたいになってますよ。面白いですね、作りが。キッチンみたいな使わせ、多分普段入れない場所になってまして、こちらおそらく一般の人は入れないエリアになると思います。
ちらはトイレと、あ、ドライバーズ専用のトイレですね。化粧台がありますね。あ、こちらシャワールームがついてますね。すごく綺麗です。ドライバーさん専用のシャワールームといった感じでしょうか。そしてなんとサウナがあるんですよ。わあ、こちらいいな。こちらはですね、なかなか一般の人入れないエリアになります。ドライバーズルームすごいね、サウナがあるね。はい、それでは降りていきます。いや面白いわ、すごいね、大きい。あ、これはいいわ。あ、これは上階のデッキになるんだ。前の船とでも作りがよく似てますね。え、何があるの？おお、これプニップさんの絵じゃん。ほら、プニップクルーズって書いてある。ほら、プニップクルーズって書いてある。プニップさんの絵ゲット。今回のフェリーは多い、すごいですね。ものすごく船が大きくなってですね、居住性がかなり良くなっているようでした。本日はご視聴の方ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。